私今でも覚えてるんですけども、一番最初に自分のコーヒーが売れた時のことを覚えていて、自分でこう、あの当時は電気じゃなくて手で回す焙煎機でコンロの上で焼いて、ほんの 200g しか作れなかったんですけども、それで焼いた豆をですね、野菜を配達、宅配される方の、トラックに一緒に乗せていただいて、それでサンプルを各個人のお宅にお届けして、で私丸山健太郎と申しまして、まあ、自分でコーヒー焙煎するお店というかことを始めましたと、よろしかったらご注文くださいって電話番号を渡してですね、で一番最初に電話がかかってきたのが、その当時南大岡に住んでらっしゃった、今もその方実はご主人亡くなってしまったんですけども、大学教授の先生が健太郎君、じゃあ 200g 届けっていうことで、あの当時5人とか6人の方に多分応援してあげようって思ってくださったと思うんですよね。そんなまだまだ味はまだまだだったと思うんですけども、毎週1回 200g とかお届けするっていうことから始めて、一番最初に追い分けのヒイラギさんを借りてやった時もコーヒー一杯350円で、1日20人入るとすごい忙しかったなと、売り上げ7000円ですからしかもあの当時僕よく分かってなかったんで、7000円がそのまま利益だと思ってかわいいもんですよね、なんて食べていけるはずないじゃないですか。で、ちょうどその前にちょっと前に結婚式を挙げていたので、まあ、結婚して、結婚するとやっぱりちょっとお金をね、お祝いとかいろいろ足りてちょっと大きな金額がその貯金通帳に入るじゃないですか、それが毎月見事にこう減ってですねで、どっかにちょっと定期みたいなのがあると、それを担保にしてマイナスになっても大丈夫になったりするじゃないですかそれもギリギリ限度額まで行って、もう通帳が毎月マイナスなんですよね。で、妻と二人でこれがいつになったらプラスになる日が来るのかなと言ってたら、つい何年前かですけど、そんな苦労はしてましたね。で、実際その最初の10年間ぐらいは少しずつ成長していって、世界にいろんなところに産地に行くちょっと前ぐらいからなんとか食べれるようになって、それもですよ、もう夏とか秋一番忙しい、連休とかが秋の連休が終わった後にやっとほんのちょっとお金が残って、それでこうなんて言うんでしょう、唯一の贅沢は東京に出た時にお寿司を食べる贅沢で、で何が起きたかというと、その焙煎の技術そのものが結構10年選手になってきたので、職人として一人前になってきたんですね。でその時にその先ほど話したその師匠がですね、すごい自信のある方なんですよ。でなかなか僕の成長を認めなくなったんですねで細かい話は省くんですけど、このまんま本当はずっとその方に教えていただきたかったんです。だけど、なんて言うんでしょう、ある意味ちょっと道を閉ざされた感じがあったので、このままこの方にちょっとついていけないなと思って残念だったんですけど、で急に一人きりになっちゃって、でいろんな情報を集めなきゃいけないということで、それでインターネットをやるようになったんですね。で見たら、あとたまたま英語ができたものですから、世界のそのコーヒー業界の新しいトレンドがどん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 もう入ってくるようになっちゃったんですね。それでそういう情報に求めてる同じようなコーヒー屋さん、日本全国の小さいコーヒー屋さんがいて、たまたまそのみんな知り合いになって、一緒にその本場のアメリカなりヨーロッパなり行こうって話になって、で行くことになったんですよ。で結局英語を私ができるので、私がツアーコンダクターになって、結局現地といろいろやり取りして、それが2001年だったんですかね。その時にアメリカのスペシャルティーコーヒーの協会の会議に行ったのがきっかけで、その後いろんなこう人脈が広がってですね、で日本にいるとすごく遠く思っていた生産国のことが、非常に近くなって、でそこから果敢に私も後先考えずにどんどん産地に行くようになって、であとそのオークションで1位の
っぱり落札することによってかなり連続して今でもおそらくうちが世界で一番そのオークションで1位のコートを落札してる会社だと思うんですけども、有名になっちゃうんですよ一夜にして。生産者の人はコーヒーのいいコーヒーを作ってる生産者は丸山コーヒーってみんな知ってます。なぜならばオークションの結果っていうのはもう大々的にインターネットでそれこそやられるので、そうするといつも上に丸山コーヒーってあるわけですね。丸山コーヒージャパン、丸山コーヒージャパン。一番最初に落札した時は、問屋さんから電話かかってきて、丸山さん昨日ね、ご存知かどうかわからないですけど、昨日ちょっと世界的なオークションがあって、そこでね、丸山って名前が出てるんですか、丸山さんじゃないですよねって、ごめんなさい僕ですってちょっとそういう意味では日本の業界的ないろんなこう段階というかルールとかをもうぶち壊してですね、あとそのどうしても生産者と直接やり取りするっていうのは比較的タブーというか、そんな会社が独自でですね、輸入をするなんていうことは、よっぽど大きな大手上位何社とかそういうところ以外はもう無理だと、不可能だと言われていたのを散々言われたんですけども、やってしまったんです。で自分でも貿易の実務も勉強して、で、元商社の厳しい先生にも教わったりしてですね、なんとかやってしまったと。